ろいろな天気があって、以前の動画でダンプトラックとかショベルカーとかブルドーザーとか、もうとにかくたくさんの大きな働く車を見学させていただいたんだけど、なんかね、まだまだすごいものを見ていってって小松の植地さんにおっしゃっていただいて、あ、そんな話をしていたら植地さん発見。おーい、植地さん。ガチャピン、こんにちは。こんにちは。今回は何を見せてくれるんですか？実はここ小松テクノセンターは小松の研機のショールームなんだ。ショールーム、初耳です。だからここには小松の研機を使ってみたいっていうお客さんが来ることがあるんだけど、それを見られる部屋があるんだよ。ぜひ見学させていただきたいです。それじゃあ行ってみよう。はい、ガチャピンチャンネル。おお、すごい、たくさんの研機があそこにもここにも集まっている。ここではさっき言ったようにお客さんのほか子どもたちを呼んで見てもらうイベントも行っているんだよ。へえ、これはお友達も喜ぶね。僕も喜ぶけど、だからもう大興奮です。今日は実際に天気たちが動くところを見ていってよ。あ、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。その代わりガチャピン、いろんな研究に乗ったりして学んだと思うから、動画を見てくれている視聴者の皆さんに説明してみてほしいんだ。え、僕が説明を？これは大役ですね。でも教えていただいたことをお話しできるよう頑張ります。うん、頑張って。はい、ガチャピンチャンネル。最初の研究は何だろう。おお、ショベルカーだね。このショベルカーはいろいろな資源を掘る鉱山で、まさしく山を掘り下げるのに使われています。ショベルカーって曲がりにくそうだって思われませんか？どうやって曲がっているか気になっているそこのあなた、実は左右のクローラーの速度を変えて曲がっているんですよ。右に曲がりたいときは左のクローラーの速度を速めて、左に曲がりたいときは右のクローラーの速度を速めるんです。え、へん、よくできているでしょう。植地さん、ショベルカーの説明どうでした？すごい、完璧だよガチャピン。あ、次の研究が来たみたいだよ。あ、本当だ。おー、見て見て、ここからやってまいりましたのは、あ、ブルドーザーです。おー、ブルドーザーは重たい石を押して運んだり、地面を掘り進めたり鳴らしたりする研究です。ほら見てください、とても力強いんですよ。おお、皆さん、あのお尻の部分を見てください。あの爪みたいなもの、リッパーといって硬い地面を掘り下げることができるんです。かっこいいよね。力強いんだ。ああやって前のブレードを動かしたり、後ろのリッパーを動かしたり、とても大活躍なんです。わあ、すごいすごい、ご覧ください。これだけ大量の土を掘り進めても負けないんです。どんなに困難なことがあっても前に進む勇気をくれるかっこいい剣器、それがブルドーザーです。すごいガチャピン、とっても上手です。あ、ありがとうございます。
次は何かな。おー、来た来た。この車はホイールローダーって言います。僕ね、この大きなバケットの部分にすっぽり入っちゃったんだよ。それぐらい大きなバケットで石や砂を持ち上げてダンプトラックに乗せたりできるんです。ブルドーザーやショベルカーのようにタイヤの部分がクローラーじゃなくって丸いタイヤだから自動車みたいにおまわりが効くんですって。でも実際に間近で見たんだけど、アームの動きが力強くかつしなやかでとっても感動しました。あとホイールローダーは雪国とかで除雪にも使われているんだよね。そう、でもこのホイールローダーはさすがに大きすぎるから、実際の除雪の時にはもっと小さいサイズのホイールローダーが使われるんだよ。なるほど、違うサイズもあるんだ。いろんな現場で活躍する人気者、それがホイールローダーなのです。ガチャピン、よく知ってたね。 ありがとうございます。照れちゃいます。さて、次の研究は。あれ、ウエチさん、あの研究は見たことないです。そうだった、あれは説明してなかったね。あれはどんな研究なんですか？あれはね、モーターグレーダーといって道を舗装するときに使われる機械なんだ。ブルドーザーと似ているグレードがついていて、それを動かすことで図面通りに平らにすることができるんです。すごい。細かく動かすために運転席にはなんと9本ものレバーがついていて、それを動かして運転しているんだよ。9本もレバーがあるんですか？それだけたくさんのレバーを動かすことでより細かい動きを実現しているんだ。タイヤの角度も運転席で操作していて、ブレードで土を押すときに土の押し返す力に負けないように角度を調整するんだよ。あとこれもよく雪国で除雪に使われるね。そうなんだ。新たな研究を一つ覚えられました。ありがとうございます。あ、ガチャピン、最後の働く車が来たよ。おお、来た来た。鳥を飾りますのは颯爽と現れたダンプトラックでございます。いつ見てもかっこいいです。僕が乗った大きなダンプトラックは約90トンもの石や土砂を運ぶことができたんですよね。そうだね。でもこのダンプトラックはガチャピンが乗ったのよりも少し小さくて 36.5 トンもの土や石を運ぶことができるんだよ。 36.5 トンということは僕が365人分入れるっていうことだね。これだけ重いものを運ぶのでタイヤもとっても大きくて丈夫にできているんだよ。僕も触ってみたんだけどあちこちでした。今回小松テクノセンターに来て、こうしたいろいろな工事現場や鉱山で働く力強い研究を見て、この車たちのおかげで僕たちは豊かな暮らしを送れているんだなって感じました。こうして働く車とそこで働く皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに、これからの生活を送っていきたいと思います。ガチャピン、すごくいい説明だったよ。あ、植木さんのおかげです。ありがとうございます。こちらこそありがとう。またぜひいろんな研究を教えてください。こちらこそ、ぜひ遊びに来てください。はい、ぜひぜひ。それじゃあみんな、またね。バイバイ。僕たちのグッズが発売中。概要欄をチェックしてくださいね。じゃかじゃかじゃんけんスタート。ワン